ゲームグラフィック TV はゲームの歴史をいい加減な感じで話し始めて今年の10月で5年目となる。その5年目を前に今回スペシャルを除いた本編通算250回となった。250回目となる今回は現在のゲーム産業ができるきっかけとなったと言ってもいい世界初のシューティングゲームスペースウォーを見てみることにしよう。Thanks to all creators. It is the beginning of Game Graphic TV. スペースウォーを語る前に、その世界初のシューティングゲームが動いていたハードについて少し見てみよう。PDP-1 は1959年から開発が始まり、1960年に出荷開始されたデックス初のミニコンであり、マサチューセッツ工科大学や BBN などに設置された。総出荷台数は50台とも言われており、現在ではわずかに3台のみが現存していると言われている。そのうち完全に稼働するものはカリフォルニアのコンピューター歴史博物館にある個体で、これこそが今回紹介するスペースウォーが生み出されたマシンである。が、2002年、イギリスで行われたゲームショー、ゲームオンに出展中、電源トラブルに見舞われ、稼働不可能になったらしい。近年では、2004年に東京で行われたテレビゲームとデジタル科学館において、わざわざレプリカを制作し展示されたのも有名な話である。PDP-1 は当初 BBN に納入され、その後マサチューセッツ工科大学へ1961年に導入。それ以前には TX0 と呼ばれるトランジスター式コンピューターが使われていたが、より先進的な PDP-1 が取って代わり、多くの学生が使用。後にハッカーと呼ばれるエンジニアを生み出した。そんな学生たちの中にスティーブ・ラッセルという人物がおり、仲間を集めて設置されたばかりの PDP-1 で開発を開始。1962年、世界初のシューティングゲーム、スペースウォーを完成させる。スペースウォーはパブリックドメインソフトウェアとして、改造しようがコピーしようが好き勝手やってくださいというスタンスのソフトで、当時50台存在した PDP-1 の全ての個体で稼働したと言われている。スペースウォーは配布された他の PDP-1 で改造が施され完成度を高めていく。この時点で世間一般にはスペースウォーは世界初のコンピューターゲームと言われていた。しかしゲームグラフィック TV の視聴者にはおなじみであろうブルックヘブン国立研究所で1958年たった数日間だけ公開されたテニス4-2の方が古い。1982年とあるビデオゲームの裁判でテニス4-2の開発者ウィリアム・ヒギンボーサムが証言し、テニス4-2の存在が知られることになる。それまでスペースウォーは世界初のコンピューターゲームとして存在し続けることになる。ゲームグラフィック TV。では、スペースウォーがどんなゲームだったか見ていくことにしよう。スペースウォーは2人同時プレイによる対戦ゲームで、どちらかを破壊したら勝ちというシンプルなルールだった。操作にはジョイスティックを使用。時期には感性が働いており、
独特の挙動を見せるほか、画面中心に太陽が設置されており、その太陽には重力が存在。黙っていると太陽に引き寄せられ、磁気が当たるとミスになる。また、ハイパースペースと呼ばれる瞬間移動が存在。3回まで使用可能。敵を破壊するための弾は弾数制限が設けられており、無駄打ちすると攻撃不能になる。なかなかよく考えられたゲームで、世界初のコンピューターゲーム、テニス4-2に比べ圧倒的にゲーム性は上がっている。さて、このスペースオーは、後のコンピューターゲーム業界に多大な影響を与えている。1960年代、各地に点在した PDP-1 のほとんどで動いていたとされるスペースオー。とある大学で動いていたスペースオーを無我夢中でプレイする学生がいる。後のアタリ創始者ノーラン・ブッシュネルである。恐ろしく巨大だった PDP-1 だったが、時の流れはコンピューターを進化させ、10分の1の大きさまで小型化。ブッシュネルは、それら進化した部品を使い、かつて熱中したスペースオーを自分の手で復活させようと試みる。1971年、世界初の業務用ビデオゲーム、コンピュータースペースの登場である。スペースオーでは、プレイヤーが2人いないと遊べなかったが、コンピュータースペースでは1人で遊べるように改良。敵プレイヤーの代わりに、コンピューターが操作する UFO や隕石が登場。制限時間内にどれだけ破壊し、スコアを稼げるかに挑戦する。コンピュータースペースは、ノーラン・ブッシュネルが開発し、ナッシング・アソシエイツというメーカーから発売されたが大惨敗。当時まだゲームセンターが存在せず、酒場に設置されたが、プレイヤーのほとんどが酔っ払った状態であり、まともにゲームをできる人が少なく、難しすぎると不評を買ってしまったのが真相。ナッシング・アソシエイツは、コンピュータースペースの商業的失敗や、他に諸々の条件が重なり倒産。しかし、開発者ノーラン・ブッシュネルは、このコンピュータースペースの失敗から様々なノウハウを取得。将来、コンピューターゲームの時代が来ると確信し、自らアタリ社を設立し、あの歴史的名作、ポンを制作し、大ヒットさせることになる。そのポンが様々な企業に影響を与え、巨大なテレビゲーム産業が生まれる。スペースオーがまさにその引き金となったわけである。また、PDP-1 から発展したミニコン PDP-7 にこのスペースオーを移植したアラン・コックという人物が、その移植作業を円滑にするために OS を開発。それが後にユニックスになったと言われる。まあ、この話は間違いで。別なゲームを移植する際に作られた OS であることが後に判明するのだが、そんな間違いが起きるほどスペースオーというゲームはセンセーショナルなものだったわけである。現在では、スペースオーは様々なプラットフォームでエミュレーターという形で遊ぶことができる。これを機会に、世界を席巻したコンピューターゲーム産業を作り上げた原点を遊んでみるのもいいだろう。ゲームの歴史はまだまだ奥がありそうだ。ゲームグラフィック TV はこれからも500回、1000回とゲームの歴史を巡る旅を続けていきたい。